ねえねえねえ、誕生日をお祝いするためにみんなが集まってくれたなんて嬉しいわ。あ、ごめん、私めっちゃこんな格好できてしまった。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2023年8月9日水曜日の午後0時3分です。そして今日は住民のシャンティさんのお誕生日でもあります。8月の誕生日多いんか、いや多くはないんか。あとモニカ、あ、そっか、前回の一徹は7月か。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ニコキャーボッサボサいや、すげえ、そんな超特急でここまで整えられるのすげえ。そしてめっちゃ雨はい、ということで今回もやっていきたいと思います。めちゃくちゃラフな格好だな。こんな格好でおったんやっけ、私やべえな。シャンティへの誕生日プレゼントどうしよう。なんか家の中から見繕ってくるか。ゴキブリが湧いているじゃねえか。プチ、絶対現実ではできんやつ。他の部屋にも湧いてるか。いないな。ゴキブリって各部屋におるんじゃなかったっけ。リビングだけ。キー、復活するの君。やったー、ゴキブリみんないなくなってすっきり。なるほど、2匹おったんよね。あ、そっか、ちょっと待って、どれやったっけ。壁紙じゃなくてその他か、その他でちょっとラッピングペーパー置いてなかったか。私ラッピングペーパー、なんかゴミがいっぱいあったな。シャンティやけんどうしよっかな。黒いラッピングペーパー、ちょいと大人っぽくで、なんか売り寄らんかな、見に行こっか。とりあえずラッピングペーパーだけね、家から持ってって、さてさて、お、あ、びっくりした、そこにもいたのね。あら、ゆのさん、声かけてくれて嬉しいわ。素敵ね、お話ししよう。雨の音を聞いているとなんだかノスタルジックな気分になるのよね。素敵ね、すごいよね、雨の中みんな傘もささずにこんな歩いて。でも傘さしてる時あるよね。どういう場合、どういう違いがある。おーさいな、久しぶりだけど、こんなに会わないのって変だよな。さてはオイラに隠れてなんか企んでるのか。の心、企んでないよ確かにめちゃくちゃ久々なんだけども、こんな中巻きめちゃくちゃ湿気ると思うよ。やっとお話できた、もう久しぶりすぎるよ。あやなくんたら島の中にいるのは分かってるのにちっとも捕まらないんだもん。僕を見かけたら話しかけるっていうお約束を決めちゃうのはどうかな、弟子。ごめんね、話しかけもせずにめちゃくちゃ走り回りよるところは見られとったかもしれんけどうわい、やっと話しかけてくれた。君すごく忙しそうだったから話しかけにくかったんだよね。だぞ、めちゃくちゃ小学生って感じ、多分主にあの帽子が。さあ、何かシャンティにお下げなもの。いらっしゃいませ、ませたぬき商店ようこそ、ようこそ。私的にこれ、そちらの商品はエスプレッソマシンでございます。お値段は6720ベルとなっておりますが、いかがでしょうか。買います。毎度ありがとうございます。6720ベル、間違いなく頂戴しました、ました。よっしゃ、包むか。エスプレッソマシン。よーし、じゃあこれプレゼントしてくるね。ありがとうございました、ました。お、いいねいいね、アイナさんじゃない、来てくれてとっても嬉しいわ。今日はぜひ楽しんでいってね。だってばこの雰囲気に絶対エスプレッソマシン合うと思うんやけど。ねえねえねえ、
誕生日をお祝いするためにみんなが集まってくれたなんて嬉しいわ。あ、ごめん、私めっちゃこんな格好できてしまった。格好のこと気にしてなかった。バースデープレゼントまでくれた子もいて、私って本当に幸せ者ね。あ、もしかしてあなたもプレゼントを持ってきてくれてるの？だってば。これです。まさにさっき買ってきた。まあ素敵、ラッピングしてくれたのね。中には何が入ってるのかしら。まあこれってもしかしてエスプレッソマシンよね。私がもらってもいいのかしら。もう全然全然。なんなら設置してください。あなたからのプレゼントのもの必ず大事にするって約束するわ。だってば。なんなら今設置して出してくれてもいいんやけどね。コーヒー、あなたからのプレゼントとっても嬉しかったわ。私のためにありがとう。だってば。いえいえ、ご機嫌になってくれた。みんなからこんなに素敵なお祝いをしてもらっちゃって、なんてお礼を言えばいいのかしら。だってば。よかったよかった。で、今ここにおらんメンバーも一回は来てくれたはず。シャンティちゃんにとって今日がとびっきり素敵な誕生日になるといいよね。よーし、ここはあたいも張り切ってバースデーパーティーを盛り上げなくっちゃ。あは、これってやっぱりさ、その子と一番仲のいい子が来とるっていう感じなんかな。でもって、その一番仲がいいっていうのは最初から決まっとる設定とかじゃなくて、どれぐらい話しよるかとかなんかな。いまいちその辺分かってないよね。ご機嫌だわ、かわいいモニカ。こうして友達のお祝いをしてると毎日誕生日でもいいかなってつい思っちゃうよ。毎日誕生日は特別感がなくなるな。いつもケーキが食べれるし、プレゼントだってもらい放題だもん。あ、でもそれだと1年で365歳も年取っちゃうじゃん。やっぱ今の話はなしなし。は、君は一体何歳なんだろう。みんな年齢わからんけども。年を重ねるごとに涙腺が緩くなるって噂は本当だったろうね。私こうしてみんなから誕生日を祝福してもらえてとっても幸せだわ。だってば。かわいい、泣き方かわいい。めちゃくちゃこんなボロッボロの格好できてしまったけど、おめでとうね、シャンティ。あら、もう帰るのね。今日は来てくれて嬉しかったわ。最高の誕生日をどうもありがとう。プレゼントまで選んでくれて、なんて俺を言えばいいのかしら。またゆっくりお話しましょうね。だってば。ぜひぜひ。そっか、外は雨だった、忘れてたわ普通に。あ、メッセージボトル。これを拾ったラッキーな君へ。昨日お家で DIY してたら材料を間違えたみたいで、こんなものができちゃったんだ。僕しか知らないなんてもったいないし、作り方を教えちゃうよ。他の子にも教えていいからね。工作上手な3号より。3号ってどんな子だ？1号が猫？わからん。象かな。引っ越し段ボール M。 知ってた。あ、マミーさん、やっほー。あら、こんにちは、タフン。おしゃべりしよう。こんな日はお部屋の中で雨音を BGM に本を読んでいた方が良かったかもしれませんね、タフン。まあまあまあ、子供も濡れちゃうしね。最近キャンプに誰も来てない気がするんよね。ん？アメンボか。そろそろキャンプ誰か来てくれていいよ。あの、一徹と入れ替わりで。私、あの、エイブルシスターズのさ、あの、剣？まだあったと思うんやけど。そうそうそう、下手やクーポン。いや、これなかなか欲しいものがなくてさ、全然使えてないんよね。何かあれば使おうと思うんやけど、どれを持っとってどれを持ってないんかも覚えてないけんさ。名探偵の帽子。色の濃いやつしか持ってなかった気がするんやけど、持っとったかな。これ持っとった気がするんよね。違うかな。これかわいいよね。ちょっとクリーム色っぽいやつ。もう今回も特に何もないかな。これにしよう。色味的にちょうどいい。はい。このまま。かわいい。あら、素敵やよ。おおきに。もともと身につけたものはお家の収納に送っておくわね。ありがとう。いいサービス。
大きにまたどうぞ。最近さ、なんかおしゃれなちょっと大人っぽいレインコートが欲しいなってめっちゃ思いよんよね。わかる？なんかただのザ・レインコートみたいなんじゃなくって、なんかちょっとコートっぽい感じのあるやん。ああいうのいいなってめっちゃ思いよる。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねってことで、8月中は確かもう一人、あ、さっきおったモニカやん。今月誕生日の者同士が集まっとったわけやね。なるほどなるほど、次は祝ってね的なことかお互いにで、シャンティーおらんかもしれんけど次悲しい